皆さんこんにちは。mma 言語化挑戦中です、えー、今日も前回に引き続き rizin の上半期を振り返っていきたいと思います。えっ、ー、とまずですね。その前にちょっと前回の動画でですね。まあ、僕のまあ発言の中でですね。まあ、見たくない階級は見なければいいという言い方をしたんですけど、まあこれいくつかこうコメントいただきまして、まあ、確かにちょっと乱暴な言い方だったなと思って。 うんまあ、見たくないっていう権利はもちろんねあの全てのファンにあるので、まあ、見なければいいっていう言い方は良くなかったなと思ったので、まあ、その件に関してはちょっと申し訳ありませんでした、はいこの場を借りてお詫びさせていただきますすいませんでした不快な思いさせてしまってで、えー、ただですね僕が言いたかったのは俺は見たくない私は見たくないっていうのは別に構わないですこれは全然僕も構わないあの好みがありますから ただ全ての人が見たくないかのような誰も見たくないという言い方はちょっと僕は嫌な気持ちになるというのがあったので一言言いたかったということですね、うん、ただ僕の言い方もちょっと良くなかったなと思ったので、えー、その件に関してだけちょっと、えー、謝罪と訂正をさせていただきました で、えー、ではですね、えー、早速上半期振り返っていきたいんですが、まあ、まずは、えー、ライト級から振り返っていこうかなと思うんですけれど、えー、とまずですねこのライト級を、まあ、振り返る前に、まあ、今年の上半期を振り返る前にその去年おととしとその前に何があったかをちょっと振り返っていきたいんですが、えー、とまず2019年まで、えー、遡ります。 で2019年ライト級何があったかっていうとライト級グランプリをやったんですよねで、えー、ここでムサヤ選手が大みそかに、まあえー、チャンピオンになって、えーまあ、グランプリが終わりましたとでまあこのタイミングでジョニー・ケース選手とえっ、ーえー、とピット・ブル選手が、まあうん、ライジンからリ移籍、まあ、ピット・ブル選手はもともとねベラトールからのレンタルだったっていうのもあるんですけど、まあ、ケース選手は移籍っていう形で離れて えーまあ、ベスト4に残ったうちの2人がいなくなってしまって、まあ、残ったのがグスタボ選手とムサヒ選手の、まあ、あとそのベスト4に残れなかった選手たちっていうような中で、まあ、ライト級をやっていかなきゃいけないっていう2020年が始まるわけなんですがここでコロナになってしまったと。で外国人選手が呼べなくなった でライト級のグランプリ、さかのっていただいて、まあ、もしあの覚えてないという方はね、もうウィキペディアとかでいいです、見ていただければ。ほぼ外国人です。あのまあ、さっきお話ししたように、ベスト4は全員外国人ですし、まあ、グランプリのメンバーもほぼほぼ外国人で、まあ、グランプリメンバーに選ばれた川尻選手なんかは、まあ、まあ今、第1戦を、引退はしてないけど、第1戦を退いているという状況ですから、まあ、あのほぼほぼ、 ライト級というこの 71km に、うん、おいて日本人選手が活躍できないという状況になっていたっていう状況で外国人が呼べないつまりライト級の上位陣がごっそり来ないという状況なわけですねで唯一残ってたのがサトシ選手ぐらいなもんだわけですよね、まあ、ラッキーという言い方が正しいのかどうか分かんないですけど、まあ、国内に残ってくれてるライト級の、えーまあ、上位選手と。 いう状況で,で2020年どうするかっていうともうその国内での最強決定戦をまあライト級だけじゃないですけど前回級やらなきゃいけなくなったとでここで、えー、まあライジンにとって、まあ、良かったのか悪かったのか何とも言えないんですがシ選手が急激な成長を見せ、えー、もうちょっと手がつけられなくなっていくわけですねここから。 ホベルトサトシソウザという,もう絶対的なチャンピオンが、まあ、ここから誕生していくストーリーが始まるとでさらにそれとは別で、えー、新しくうキャラクターを増やさなきゃいけないという状況の中2020年の「ライジンのライト級」っていうのはもう振り返ってもらうと分かるんですけど出し惜しみを一切しないカードをバンバン組んだんですね。 まず国内残ってる中でのもう最強決定戦にほぼ近い八千選手対聡選手をいきなり組むと。でさらに当時シュートのチャンピオンだった川名選手ディープのチャンピオンだった武田選手パンクラスのチャンピオンだった久米選手この3人を上げてライジンにデビューさせてもうすぐチャンピオン同士の潰し合いをさせるというようなまあ こういういチャンピオンを上げるときって1試合ぐらいこう挟んだりするんですよね例えばディープのチャンピオン対パンクラスの9位とかで1回当てて、まあ、ちょっとディープのチャンピオンに勝ってもらって今度はシュートのチャンピオンをパン、えー、まあディープの、まあ、ディープはランキング戦じゃないですけど、まあ、言い方は悪いですけど、まあ、実績はぼちぼちぐらいのかませ犬的な相手を当てて僕あんまりそういうカード好きじゃないんですけどね。 でまあやっぱ強いなとシュートのチャンピオンも強いなパンクラスのチャンピオンも強いなディープのチャンピオンも強いなっていう空気を作ってからぶつけ合うっていうようなことをしないでもういきなりもう武田選手と川野選手を当てて、まあえー、久米選手はね、まあ、北岡選手でしたけれど、まあ、ベテラン北岡選手といきなり当てて人気選手と当ててでその後勝った同士ですぐに。 えー、武田選手と久米選手を当ててっていう,もうチャンピオン同士の潰し合いをすぐにやってで、えー、その後、まあ、八千選手がちょっとその間連敗してたんですけど、まあ、復活してきて復活した八千選手とそのチャンピオンとの潰し合いで、まあ、事実上の国内統一みたいになった、えー、武田選手と八千選手をまたぶつけるという試合をして。 で大晦日に、まあ、2021年になってるんですけどねもうそれは2021年の大晦日にまに、あ、外国人選手がいよいよ呼べるかっていうところでまたコロナのオミクロンがうわーっとなっちゃったっていうことで、まあ、呼べないってなって、まあ、じゃあしょうがないっていうことでサトシ選手とヤチ選手をもう一回やるっていうような感じで、まあ、国内の中での最強決定戦をかなりもう出し惜しみなくやりきっちゃったんですよね。 でまあ、非常にある意味見応えはあったんですけど2022年に入ってもう,もうこれ以上そこで回すのはもう限界があるわけですよねでしかも聡選手があまりにも強さを見せちゃってるのでもう次シに勝てそうなのあいつじゃねいやいやあいつが勝てんじゃないなんて意見もなかなか出てこないとうーライト級に関してはちょっともうシ選手の対抗馬が見つからないっていう状況の中で,でさらにまあ 武田対八千という、まあ、日本人最強決定戦みたいなカードも,も組んじゃったという中でもうどう,どうすればいいんだっていう状況になってたと思うんですよね。でここでアキラ選手というあの新しいキャラクターが今年2022年まあ大頭してくるわけですね。まあ、去年の秋からですけアキ、ね、ラ選手がまあ、えー、勝利を 鈴木選手とでしたね盆栽手術のうーんとの試合で、えー、収めてでまあこう上位陣にこう上がっていくような、えー、雰囲気が出てきたところでこの昭選手に対して大原選手をぶつけるとでまあここがまあ微妙な判定になったんですけどまあなんとか大原選手が僅差で勝ってでまああのー、どうにか、うんまあ、ギリギリ上位戦線に生き残ったっていうような タイミングで外国人勢が一気に帰、えー、ってきたと。でそこに帰、ね、ってきたのが、まあえー、グスタボ選手、まあ、それから、まあ、ケース選手がまた戻ってきた。で新外国人として、えー、スパイカー・アライル選手が来た。でこの3人の選手のうち、まあえー、ケース選手はねサトシ選手に、まあ、残念ながら負けてしまったんですがまあ 国内サトシ選手を、まあ、絶対王者とした中でのナンバー2にいた谷内選手がグスタボ選手に、まあ、KO 負け、えー、でさらにナンバー3だった武田選手がカーライル選手に1本負けということで、まあ、国内最強決定戦を約2年間かけてやったライジンがいきなり外国人に全部持ってかれたみたいな状況に。 なってるわけですね。で、もう今現時点で、えー、もし、えー、ライト級、えー、王者決定戦をまあ、仮にですけど7月の沖縄大会でやるっていう話になった時にじゃあ誰だ誰がサトシに挑戦するんだっていうのを、まあ、言った時に、まあ、ファンの意見とかね、まあ、そういうのを集めたとしてもまあほぼほぼグスタボ選手が変わられる選手になると思うんですよね。うん ここでまあ八千選手にもう一回っていう意見もないでしょうしまあ負けた武田選手にっていう意見も多分なくてじゃあ勝ってるっていう理由で大原選手にチャンスがくるかっていうとそれもまあどうなんだろうっていう部分もあるんでまあなかなか難しいですけどもう外国人選手が上位を占めたと言っていいと思うんですよね。 でそんな外国人選手が上位を占めたこの状況で、えー、まあかっさらわれてしまったというところでじゃあ下半期、今後どうしていくかというところなんですけどまあ一つは、これ、サトシ選手がどうなるかなんですよね。サトシ選手がなんかベラトールのチャンピオンになりたいっていうような発言をしていてまあ、その辺がどうできるのか。そんなの スッとはいじゃあもうやりましょうって言ってパッてやれる話でもないと思うので、まあ、裏で話が進んでるのかどうなのかっていうところあるんですがもしシ選手がベラトールに行くんであればあの、まあ、どういう形で行くのか堀口選手みたいにもう事実上のベラトールと契約をしてあの、まあ、たまにライジン来ますよという、まあ、感じになるのかそれとも、まあ、基本的にはライジン。 にいて、まあ、ベラトール、ライジンをやりながらベラトールにたまに参戦するという形になるのか、まあ、この辺がどうなるか次第なんですけど、まあ、仮にシ選手が行くんであれば、まあ、その間に国内で、まあ、国内というか、残りのメンバーで、シ、えー、選手の、まあえー、挑戦者を、まあ、年内、残りの下半期かけて決めていくっていうのが、まあ、無難だろうと。 うんふうに思うんですよねでこれがもう、えー、ベラトールとの話はまあなくなりましたとまあ無理ですという話になってしまった場合はまあこれもまた難しくなるんですけどすぐに次の挑戦者を決めるっていうような話になるんだったらまあ無難に言ったらグスタボ選手と、えーまあ、カーライル選手が試合を組んで挑戦者決定戦をやって。 勝った方が挑戦というような形になると思うんですけど、まあ、これも佐藤選手がもし勝っちゃうともういよいよもう残ってるその挑戦できそうな選手ってもうどんどんいなくなっていっちゃうのでこ、まあ、ここ難しいところなんですよね引っ張るかもうさっき僕が言った去年おととしの、えーまあ、国内最強決定戦状態のように出し押し見せずにガンガンいいカードを組んでいくのか、まあ、非常に来月難しいんじゃないかな でこれ引っ張るパターンであれば例えば八千選手とカーラー入選手と組んでグスタボ選手と武田選手を組んでみたいな感じで、まあえー、日本人エースの2人にもう1回チャンスを与えて外国人選手との戦いでここで、まあ、勝った同士でも1回やるとかっていうので、まあ、ちょっと引き伸ばすというかね、うん、挑戦者を決めるまでの戦いに、まあ、この辺が難しいとこでどっちの方がライジンに っってていいいのかっていう部分と、まあ、あとあファンがど,どれを望むのかですよね。うんでこれ難しいのは今ライジンの運営運営というかマッチメイク、まあ、全体含めてそうなんですけどすごく今難しいところに来てるんだと思います。うんあの昨年から、まあ、この話少し前にしましたけど昨年からフジテレビでの地上波が基本的になくなったんですよね。でまあ、大晦日と 去年はあの東京ドーム大会だけになってもう完全にペーパービューと YouTube 路線に切り替えたと、えー、でそれで、まあ、ある程度経営を回していこうというような方向に行ったんだと思うんですよねで最近 YouTube でももう試合の公開をしなくなってきてるんですよねライジンが、まあ、これは今一時的に止めてるのかそれとも,もこれから長期的に 大会が終わって1週間以内にすぐに YouTube で試合を全部公開っていうのはもうやらないのか、これちょっと何とも言えないんですけど、仮にもう今後はそうポン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 無料で試合を全部出すってことはしないっていう方向に Ryzen が行くんであれば、おそらくですけど、ペーパービューの売り上げが結構いいんでしょうね。で結構それなりにペーパービューで運営していけるという風に、 えー、なってきたとってなると大多数の大勢いる無料で見るファンを、えー、大事にするのか少ないんだけどお金を払ってくれるファンどっちを大事にするかっていうと、まあ、少ないけどお金を払ってくれるファンの方を取りに行くっていう方向に徐々にいってるんだと思うんですよね。でライジンるともう プライドぐららいの頃からどっちかっていうと大勢の無料で見てくれるファンのためにやをまあターゲットにしてたと側面があるんでそれがまあプライドからライジンに変わっても最初は同じだったと思うんですよねどっちかっていうとなるべく地上波のお茶の間の皆さんが思わずこうチャンネルを止めてくれるっていうような作り方をしようっていうそういう団体にしていこうっていうふうにやってたと思うんですけど。 まあ時代がだん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 変わってきてテレビ見なくなったりとかまあコロナでまあいろんなえ状況もあって地上波放送もまあ富ジテレビにとのまあ多分切られたってことではないと思うんですよねうんまあ大みそかとかもやってるんでまあおそらく折り合いがつかなくなってライジンとしてはもうペーパービューを売っていこうという方向に行ったんだと思うんですよねで思った以上に売れたとまあこれ僕のあくまでも推測なんで全然実際裏は売れてないっていうのかもしれないですけど でそうなってきた時にもう無料で見てくれるファンっていうのを広げていくもうとにかく無料でもいいんで皆さん見てくださいたくさんの人見てくださいっていう段階ではなくてお金を払ってくれるファンを大事にするっていう段階にライジンはもう移行したのかなと、うん、まあこれは分かんないですけどねもうもしかするとそうなんじゃないかなと。 でこれはこれがいいことなのか悪いことなのかは何とも言えなくて裾野が広が広らなないいいじゃないかととうう意見もあると思うんですよね。これ無料でもいいから公開しないと見る人が減っちゃうしでまあ最初はみんな無料で見てもらってそれではまった人はお金を払うようになるよっていうふう風に僕もそう思ってる。 ファンですよ割と最近までまずは無料地上波でも YouTube でも何で言うか無料で見てそこでまあ心をつかまれた人が思わずペーパービュー買っちゃうっていう風になるだろうと自分がそうなったんでねそうなるだろうと思ってたんですけどここ12年なんですけど、まあ、ライジン多分盛り上がってきて昔格闘技見てたけど見て最近見てなかったみたいな僕の同世代の、まあ、友達とかはねもう一回なんか見始めたっていう。 友達は増えたんですよねであとまあ僕があのこういう MMA 言語化挑戦中っていう活動をしてるっていうのを知っている友達もいてでその友達は僕のチャンネルをまあなんとなく見てたらああそういう工房があるんだとかそういうのがあって面白くなってまた格闘技見るようになったよライジン見るようになったよって言ってくれて、まあ、う嬉しかったんですけどそんな友達何人かに、まあ、言われたのであ,あの。 今度、ライジンの試合さ、あるじゃんって、あ,あれってさ、どうやったら無料で見れるのっていう意見が結構あって、まあ、そうすると YouTube で試合が公開されるまで待つしかないよみたいな、うん、こ,ことしか僕は言えないわけですよね。で、中にあのランドマーク、えー、確か去年、朝倉未来選手と萩原京選手のランドマークに関しては、もうその u n e x t 入んないと見れないっていうんで。 あれをどうやったら無料で見れるのか教えてくれっていうはっきり僕に言ってくる友達がいて「いや無料では見れないよあのリアルタイムで見たかったらもうペーパービュー買うしかないんだよ」って言ったらああ「ペーパービューを買う気はないんだよね」ってはっきり言うんですよね。でその友達がお金がない、うん、ちょっとまあそういうのにお金を使う余裕がないって言うんだったらわかるそんなことはないんですよ。 まあ全然別に普通に生活できてるし、まあ、ペーパービュー1回の料金って言ったら、まあ、特にえとランドマークの場合だと3,800円とかでしたっけなのでまあ 1, 1回飲みに行くぐらいの金額ですよね、まあ、それ下手すらそれより安く済むかもしれないですけどまあそのぐらいのお金は全然出せる友達なんですけど、まあ、とにかくそのライジンのペーパービューを買う気がないんですよね話してても。 うん、だからまあ僕も「いや買えよ」とは言わないですそれはそんなことはその,その人の価値観ですからあの別に僕が押し付けるっていうのはそれは変な話なんで、うん、まあ無料では見れないよ見たかったらお金を出してペーパービュー買うしかないよとしか僕は言わないんですけどお金がないならわかるけどお金はあると。お金を持ってるのになぜお金を出してでも見ようとしないかっていうと。 多分僕ら世代はもう地上波で見るっていうのが当たり前になっちゃってたんですよねあの格闘技を。うん特に僕のまあそれまあアラフォーですね、まあ、40代前後から30代ぐらいの世代に関して言うともう今の若い人はどうなるかちょっと分かんないですけどまあ無料でテレビでやってるものっていうのが当たり前になっているのでそれにお金を 出してみるっていうことが。多分抵抗があるんですよ。だからこれ結構難しいとこで。無料で見るのが当たり前になっちゃうと、お金を出すっていうことに抵抗が出るっていう。で、別の友達ともその話してたら、別の友達は何か。あのー、まあ格闘技、まあその人も最近見るようになったっていう。人で、で、コロナで、まあ好きなアーティストがいて、ライブとかいけないから。 あのペーパービューで配信してくれるのを買うってう話しててだけどととかをーペーパーーパビュー買う気はしないとでそれはまあなんだろうなと、ま、そんなに好きじゃないっていうのはあるのかもしれないですね格闘技よりもそのアーティストの方が好きだとかそういうのもあるのかもしれないけど一つに、まあ、アーティストのライブって地上波で流れないですよね普通2時間3時間ずっと。 ま今、あまあまあ、テレビ的に編集されて1時間とかってこともまあないですよねだから多分その無料で見るのが当たり前じゃないんですよライブに関してはアーティストのライブに関しては。だけどあのー、まあなんていうのかなこう格闘技とか まあ格闘技だけけじゃないですけど,もけど地上波で見てた地上波で見てた、無料で見てたっていうのが長く続いちゃうと、まあ、これ今地上波じゃなくて YouTube でも一緒ですけど無料で見,見れるっていう期間があまりにも長くなっちゃうとそれが当たり前になっちゃってそこからお金を払うっていうことに抵抗が生まれちゃうので無料でとにかく見てくださいをやり続けると結果的にお金を払ってくれる層にはうーん ならないんじゃないかなという気が最近ちょっとしてきてこれどっちなのかまあ分かんないんですけどまあなのでもしかするとライジンの撮ったそのもう無料では基本的には見せないっていうような方向性は間違いじゃないのかもしれないけどでもファンを広げるっていう意味では無料も必要なんじゃないかというなんかなんともい、まあ、まだ僕の中で答えは出てないっていう。 ところなんですよねみ、うんまあ、ませんちょっとね話がだいぶそれちゃったんですけど、まあ、そういう意味では、まあ、無料で見たいたくさんの、えー、無料で見たいたくさん大勢いる、まあ、いわゆるライト層のファンとお金を出してでも見たい怖層のファンってどっちをターゲットにするかっていうので、まあ、マッチメイクとか運営っていうのはちょっと難しくなってくるだろうなと今どっちなのかっていうのがすごい過渡期なんだと思うんですよねライジンは。 でそういった意味ではライト級に関してはもう出し惜しみせずいきなりもうカーライル対グスタボーみたいなカードをバチンと組んではい勝った方がすぐサトシに挑戦っていうのをやっちゃう方がいいのかそれともちょっと引っ張っていく方がいいのかまあそれこそカーライル選手なんかはまだまだその日本に馴染みがないでしょうからまだ1試合しかしてないんでね。 あのー、とりあえずうー日本人選手なるべく多くの日本人選手とぶつけて日本のファンに知ってもらうっていう,う、まあ、ライトなファンにも、えー、スパイク・カーライルという顔と名前を覚えてもらうっていうんーマッチメイクをしていった方がいいのかそれとも、まあ、コアなファンだったら大体、まあ、いい調べてるだろうと <laughs> スパイク・カーライルがんーどういう選手なのかぐらいにち,ょちょっと調べれば出てくるし。 まあ過去の試合とかも u f c ファイトパスだったら UNEXT でベラトルの試合とかで見れるだろうって言ってもうなんとなく分かるよねっていうことにしちゃってもうボンボン先に進めちゃうのかこれ、まあ、どっちなのか <laughs> どっちがいいのかこれは分からないんですけど、まあ、今回今ライト級の話にしてますけど <laughs> すいませんあのまあ他の階級でもそのどういうマッチメイクをしていくのかっていうのは今ちょっと ライジンはすごく変わり始めてるんじゃないかなというのが、うん、個人的な、うん、感想ですね。はい。ということでね、まあちょっと話だいぶ逸れしちゃったんですけど、まあライト級のことをまあ上半期を全体をまとめると、まあ、外国人も含めて、えー、サトシ選手への挑戦権を、うん、誰が得るのかっていうののまあ スタートがここれから始まるとというところですねで下半期にかけて、えー、どうやって決めていくのかもうさっさと強豪選手を当ててもうすぐに決めていくのかそれとも、まあ、ちょっと引き伸ばして、うん、日本人対外国人という構図をもうちょっと引っ張って、えー、いくのか、まあ、それに関してはどっちを選ぶかっていうのは聡、まあ、選手が、うん、ベラトールに行くのか、うんまあ、行くとすれば。 こう行ったり来たりなのか、それともう完全に堀木選手みたいに行っちゃうのか、まあその場合まあベルト返上するなり暫定王者作るなりとかそういう話になるのかもしれないですけど、まあその辺も含めてまあそこは決まらないとなかなか今後決まらないだろうなっていうところですね。うん。であとまあユーチューブに試合フルで上げてくれなくなってきたということに関してはまあライジンがまあライジンライジンがというかまあすべての エンンターテイメント全てのこう人気商売は基本的にはまずはライト層を広げるとまずは多くの人に知ってもらう多くの人に見てもらうでその次の段階にその多いライト層からコア層を作っていくお金をかけてくれるコア層を作るっていう段階になるんですけどまあ大 n としてはおそらくもうその第2段階に入ったということなんだろうなというんことだと思います。まあ、おそそらくそれでやっていいけるという ペーパー分野の売り上げとかそういうのを見て、うん、やっていけるというの計算が立ったんじゃないかなという気がしますね。うん、で、これがいいか悪いかに関しては僕には分かんないです、うん。裏のことは全然、うん、経営とか全然分かんないんでね。うん、まあ、個人的にはまあ、無料で見せてもらえるならそれはありがたいんで <laughs>、僕もそんなにねお金あるわけじゃないんで、あのぜひ無料で見せてくださいと言いたいところなんですけど、なかなかねそれは世の中。 無料ででっていうわけにはいいかかないでしょうから、まあ、せめてサブスクでもいいので過去の試合をね振り返れるなんかプラットフォームがあったらいいなとは思うんですけどまあこればっかりはうんまあいろんな事情もあると思うのでうーん難しいのかなと思いつつっていうところですかねはい。